熱血コンサル基礎産業。製造業の2代目社長です。先代の社長から堅実な経営を続けてきて、地方銀行、信金、三行といい取引をしてきました。コロナで売上が大きく下がって、コロナ融資をメインバンクと高校さんから調達をして返済を進めております。ただし、なかなか売上が戻らず、長期的な資金繰り見通しがあまり良くない状況です。既存の借り入れ、コロナ融資の返済は進めているのですが、メインバンクから最近、貸借対照表の様々な項目について聞かれることが多くなりました。役員貸付金は何に使ったんですか？不動産の時価はいくらくらいで考えているんですか？など、今までになかった質問が来るようになりました。このような銀行の対応の変化というのは、どのような兆候なんでしょうか？まあ、これは分類されたってことだよね。分類ってね、銀行はまあ今も金融検査マニュアルってなくなったんですけど、だいたいまあ基本的には大きく3つに分けてるっていうふうに思った方がいいよね。まあ一つは正常債権よね。ちゃんと返せて黒字ですってやつだよね。で、あとはまあ要注意先、赤字だよね。赤字なんだけど、まあ、条件変更してるっていうかね、いうような先と条件変更してないっていう先と、この二つに分かれるという。それと破綻懸念っていう、もう本当潰れるんじゃねこいつみたいな、ビジネスモデルとしてどうなのみたいな思ってるのは、この三つかなというふうに思ってるよね。なんか銀行は。分けてんですよ。今回の場合でいくと、もともと一過性の赤字というか、コロナの一過性の赤字で、そのマーケットが戻ったら元に戻るんじゃねって思ってたのよね。製造業でこういう会社って割と多い。これどうしてかわかります？皆さん。発注する側の方になって考えてみってことなんだよね。今までは古くからのお付き合いで、まあ全体のうちのまあ4割ぐらいはそこに作ってもらっとこうかっていうようなね、話があったんだけど、大体まあこういうこの際だから海外で作ってもらおうとかね、大手の方が売り上げが下がって戻る方っていうのは結構早く戻ってんですよ。だからそこでやっぱりその発注先を見直しましょうみたいなことは絶対あると思うから、この人逆に言うと職務怠慢だったんじゃねって思ったのよ。今話聞いて、しっかり営業してますかこれっていうふうに思うんだよね。まあちょっと話がずれたんですけど、じゃあそこでこのまあ分類するところでね、どういうふうにこの人は分類されてるかというと、資産をもう一回洗い替えるんですよ。例えばまあバランスシートで考えると、資産が1億円あって、で借り入れがまあ例えば7000万円あったら3000万円が資本金ってことでしょ。だけど役員貸付金が1000万あって、例えば不動産のね、時価がね2000万円ぐらい穴が開いてるかもしれないみたいなことになると、それは資産性がないと考えるから、3000-3000でほとんどこいつ資産ねえじゃねえかみたいないうふうに考えてるってケースが多いよね。今そういうふうな決算した後にその見直ししてるというふうに思うよね。でこれがマイナスってことになってくると、もうこれ以上貸せませんとかね、逆に言うと担保どんだけ取ってるんやみたいな話になるわけですよ。全部保証協会のそのコロナ融資ですみたいなことになってくると、じゃあもう潰れてもらってもいいじゃないのみたいなね、いうふうにまあ銀行員ってのを持ってるってことなんだよね。まあ要は黒字にならないから返せれないよねってことなんだよね。だからちょっと自利品というか、お金があるから潰れてないんだけど、将来的にそのいつ潰れてもいいような準備っていうことを銀行はしてるんだろうというのが現場でやってた私のまあ経験なんですけどね。このような質問をする銀行員の本音っていうところはどのようなところなんでしょうか？これは格付け資料っていうのがあって、それを作って本部にあげるというだけの話なんで、なんか銀行員がそんなになんかお客さんのことを本気でそこまで考えてるわけじゃないんだよね。どっちかいうと流れ作業でもう早く格付けしてあげると。でまあどこの銀行も決算書が終わったら2ヶ月でね、そのできるじゃないですか、決算が終わったら。で、そこから2ヶ月以内に企業格付けを出すってところが多いから、その2ヶ月の間にその企業格付けを出すために資産をもう一回その自分のところが貸したお金がね、どんな風に使われてるかっていうところを見直す必要があるだけというか、事務的なことなんですよね。だからこの人の場合、ここでビビってちゃダメなんだよね。実を言うと。なんか銀行が引きにかかるからとかって、銀行って何もやってくれないと思った方がいいよ、本当に。
実際この貸すのが商売っていうのがあるから大事なところではあるんだけどね。だけどもう整理してあげてるっていうだけだと思った方がいいと思いますけどね。でそれでなんかもう貸さないとか貸してくれなくなったらどうしようみたいなことを考えるんじゃなくて、貸してもらえるために貸してもらいやすいような事業にするというか、やっててこいつ面白いことやってんなぐらい思われるようなことを考えるのが社長の仕事だというふうに思いますけどね。銀行員が融資貸し出しに関するスタンスを変化させるっていうことはよくあるんでしょうか？あるある、もうしょっちゅうあるよ。あの逆のパターンもあるよ。貸さなかったんだけどなんかお力になれることありませんかみたいなこと言ってくるケースもあるし、そうじゃなくて自分のところがね、今まで貸してたんだけどこれはまずいって思うようなことっていうのはたくさんあるよ。決算書が出てあと2ヶ月か、だから4ヶ月以内に企業格付けっていうのを出すんだけど、企業格付け出すときにどこの銀行も取り組み方針っていうのをつけるんですよ。だいたい A が積極姿勢とかね、で B と C が実需対応みたいなのが多いんじゃないので、 D が回収みたいなね。だからだいたいもう回収みたいな話になるともう本気で回収にかかるっていうのも多いよね。あの僕らコンサル入ると聞くもん、元地銀だから。取り組み方針どうなのって言ったら、回収方針なんでしょって言ったら、回収方針ですみたいなね。なんか普通に言う。まあ、それ聞いて社長がうろたえるのよ。ね。もうどうしようみたいな、なんかね。そんなことを思うよりも、1円でも多く稼いでから、なんか、今からやり直してからちゃんと返すわ、みたいなね。いうぐらいでないと社長ってつまらんと思うよ。あのね、これ、実際ね、面白い話があるんだよ。H 銀行に僕がいた時の話なんだけど、これもメーカーじゃんか。あのメーカーであったのよ。どのぐらい貸してたのかな？多分ね、グループでね、20億近く貸してたのね。確かね、売り上げが10億ちょっとぐらいしかなかったと思ったね。10億ちょっとぐらいしかなかった。その時に H 銀行はね、確かね、4番手ぐらいだったのかな。で、新金と大日銀が、まあ、並行メインみたいな会社で。で、その次かその次の次ぐらいが H 銀行だったんだよね。ほんで、やっぱり当然悪かったのよ。ちょっとどの業種っていうのをちょっと言っちゃうと分かっちゃうから言わないんだけど、割と狭いとこをやってたのよね。銀行とかもバンクミーティング毎回やってさ。んで今回はオタクが稼いや、オタクが稼いやみたいな押し付けあってさ。もうひどかったんだよ。もう社長がなんかね、自分ともう前のところの借金なんかもう大したことないんじゃみたいな。なんかぐらいに思ってた。ものすごい強気な社長だったよね。これちょっと有名な話なんだけど。で、すごく良くなったね。もう結構いいんじゃないのかな、そこ。今言うかちょっと4年ぐらい前まではかなり良かったね。俺はもう手のひら返すよね。もう銀行もなんか手のひら返すんだけど、なんかね、もうすぐお前のとこなんか返しちゃうわみたいな言ってから、僕はあの態度の悪い銀行をどんどん排除されてってみたいなね、いうことだってあるわけだから、こんなんいっぱいあるよね。実際にどうやって多く稼ぐかっていうのが社長の仕事だし、資本が薄いんでしょ？どうせ。なんか売上が例えば5億円だったところが2億円になってしまいましたみたいなね。資本金は200万円で、みたいな。債務超過です、みたいなとこなんでしょ？どうやってなんかね、株を集めてさ、でなんか資本を上げていこうか、みたいなこととか、社長考えたことありますかっていうようなケースが多いんだよね。うん。だから、そういうふうな資本を集めて、要はお金があったら何ができるかってことを考えて、で、その新しいことをやったらいいんだよ。その社長さんもね、結局ね、ある会社買っちゃったんじゃなかったかな。株式交換かなんかで。で、かなり良くなったんですよ。それが、まあ、引き金になってね。んで、なんか、すごい、H 銀行の僕の上司なんかもね、もう返そうか、今すぐ返そうか、みたいな、すごいバカにしやがって、みたいな、すごい怒っとったけどね。だけど、しょうがないよね。それがもう市場原理なんだからね。っていうようなことなんでしょ。しょっちゅうあります。だから、銀行員はね、早い話、事務的な手続きしかやってないと思った方がいい、これ。あなたのことを、親身になって考えてません。本当に。というふうに思います。もっと他に考えることが、あるんじゃないのっていうことがちょっと言いたいですね。そんな事務的な銀行員をコロナ後に回復してきますよということで説得するためにするべきことっていうのはどんなことなんでしょうか？あのコロナ後に回復してくるって言ってもその主な主要受注先の決算とか聞いた？これ、まあ、例えば主な主力受注先の、ね、売り上げが今年こんな風になるみたいな上場企業だったら一番いいけどね、四季報とかに出てるじゃない。だからそういうのをなんか見せてこういう風に回復してるからとか、
例えば新しいその受注先をこうやって探してきてて、ここからの受注が見込めそうですみたいなことをやることが必要なのかな。これね、もう基礎産業を常に日頃から見ていただいてるお客さんはよくわかるんだけど、課題解決だから、融資ってお金を調達することは課題解決ですよ。で、この課題解決っていうのは企業にとっての課題解決でもあるんだけど、銀行にとっても課題解決なんですよ。自分ところの出した融資がちゃんと正常先として、ちゃんと貸し倒れ引き当て金積まずにちゃんと返ってくるかどうかっていうのを査定するってことでしょ。これを専門用語で自己査定とかね、資産査定とかってよく言うんですけども、銀行も宮遣いなわけでしょ。もしあ上司が判を押すわけじゃないね。ほんなら銀行の偉いさんが見てから、おこんなことやってんのか面白いなって思わせるぐらいのもの出さんとダメってことよね。自分の面談している中堅とか末端の社員が上に対して報告しやすいものを作るとか、もしくは出すってことが大事なんですよ。これがなかなか分かんない人が多いんだよね。だからまあ僕らみたいな会社がある、資金調達コンサルっていう仕事があるんですよ。まあ銀行向けの資金調達がまあメインのね、この話なんだけど、やっぱりその条件変更したりっていうことになると、止めた後ってのもほぼまず出ないから、だからまあそこの部分、事業継続したりとか新しい事業をやるのでどういうふうに資金を打つんかみたいなね、まあところに対して、うちみたいな会社があって、うち自分とこも金融持ってるから、ここはうちがやりますよみたいな、でこっちが拡大していって、でこっちから返していきますみたいなプランをこう作ったりできるんですけどね。まあそこはやっぱり専門家に相談した方がいいかな。今自分で面談してる銀行員が上席に上げるためにこういうのを書いてもらいたいっていうような資料が出せない人っていうのは、うちに相談した方がいいと思います。このことに関しては、月水主に僕がのライブ出てるのと、この上の電話番号とメールとかね、ツイッターとかで受け付けておりますので、気軽にご相談いただければと思っております。